ているコアスタビリティの種目をご紹介いたします。まずはペンギン型姿勢の方なんですけど、腰が反って、お腹とお尻が使いづらい状態にあるので、そちら2種目を意識してエクササイズしていきます。まずは上向きで寝ていただいて膝を立てます。片側を膝を抱えていただいて、そうすると腰が反りにくい状態を作れますので、この状態で行ってください。そこからお尻を持ち上げていきます。ここで3秒ですね。1、2、3、ゆっくり下ろすときも3秒で1、2、3、これ繰り返します。ゆっくり上げて、ここで必ず息を吐くように意識してください。で、上げたときに腰を反らないように注意してください。ゆっくり下ろしましょう。この動作をまずは10回、左右3セットを目安に行ってみてください。